フッカホルミルは式 HCF で表される有機化合物である。フッカホルミルは1934年に最初に報告された。多くの製法の中で典型的なのはギザンナトリウムとフッカベンゾイルとの反応によるものである。平面上分子である。COO と CF の距離はそれぞれ1.18オングストローム、1.34オングストロームである。 フッカホルミルは、室温付近で、磁触媒反応をコシ1酸化炭素とフッカ水素に分解する。化合物の感受性のため、反応は低温で行われ、サンプルはしばしば無水アルカリ金属フッカモ例えば HF を吸収する、フッカカリウム状に貯蔵される。ベンゼンは酸フッカウ素の存在下で、フッカホルミルと反応して、ベンズアルゲドを生じる。 関連反応において、塩化ホルミルは、ガッターマイ反応において、ホルミル化反応に関与している。フッカホルミル、ボーイフレンド3と、ペルジューテリオベンゼンとの反応は、ベンゼンのフリーデルクラフツ反応によるアセチル化において、観察される同位体効果と同様に、2.68の速度論的同位体効果を示す。しかしながら、 CO とヘキサフルオロアンチモン酸との混合物によるベンゼンのホルミル化は同位体効果を示さず、この反応がより反応性のホルミル化剤、おそらく超プラスを含むことを示す。フッカホルミルはハロゲンカーシルからと予想される反応を受けるアルコール及びカルボン酸はそれぞれギ酸エステル及び混合酸無水物に変換される。ありがとうございます。